日本ハム戦力外を発表。日本ハムは3日、井口一智投手29と育成の姫野雄也投手26、未来期の契約を結ばないことを通達した。2選手とも現役続行を希望し、11月15日に鎌ケ谷で行われる予定の12球団合同トライアウトに参加予定。第1弾2人だけ、しかも支配下1人。第2弾が本番ってだけじゃない、ハムの戦力外はフェニックスリーグ見越して第2弾が本番っていう印象だわ。井口クビか、姫野は去年残したこと自体が謎だったから、まあ姫野今度こそグッバイやね。姫野の投手転向がもう2、3年早かったらな。150の直球とそれなりの変化球投げるようにはなったけど、いかにも野手投げなフォームじゃこれが限界か。やっぱり姫野切ったか。先日久しぶりに2軍戦見てたら姫野が出てきて、球見たら進化どころか退化してるように映ったもんな。姫野去年は面白いと思ったんだけどな。トライアウトで頑張れ。